はい、皆さんこんにちは。さよ旅のさよです。本日はですね、私の新しい相方を皆さんにご紹介したいと思います。私は普段一人で毎月いろんなところに旅行に行って、さよ旅を旅の様子を上げております。で、その時に使っているのはオスモポケットというカメラと、あともちろん iPhone もすごい駆使して旅行に行っているんですけれども、なのでそのアップルオタクの私の新しい相方を本日は紹介したいと思います。イエーイ。1年に一度私がとっても楽しみにしているアップルのイベントが9月の15日にあったわけなんですけれども、はい、言ってしまいました、アップルです。アップル大好き。そんなに物欲のないミニマリストの私が毎年欠かさず買い替えているもの、そう iPhone。はい、すいません。iPhone です。私の相方、iPhone です。どんな旅に行くときも必ず絶対持っていく。あいつが家に届いた。本日はですね、9月の24日、今11時なんですけれども、そう、さっき届いたんで、もう早速ね、開封していこうと思います。イエーイ。で、こんな感じのね、すごいサスティナブルな放送でやってまいりました。じゃあ早速開封の儀、てってれー。イエーイ。そうなの。なんか、今回の iPhone 13はですね、ピンクが来ました。待ってました。私は iPhone 4 から使っていて、で、高校生の時からずっと浮気せずに iPhone なんですけど、ピンクが出たのって本当に5とか6とか7とかじゃないですか。で、そこからしばらく消えていたんですよ。で、7プラス、最後の7プラスがローズゴールドで、それからね、ピンク待ってたよ。自分の iPad とかは、去年 iPad Air 出た時にローズゴールド出て、もうすかさずゲットしたんですけれども、嬉しいね。じゃあ早速もう私今日のうちに動画を上げたいので、2月24日中に動画上げたいので開封してっちゃうよ。ちょっと編集が雑だったらすいませんね。で、こんな感じで後ろにこうやってペリペリってするところがあります。で、ちなみに現 iPhone 12の白を使っています。なんか正直 YouTube とかよく私 iPhone で撮ってるんですけども、プロでも全然いいんだけど、白、色がね、私的には一番大切なので、ね、毎日見るものは絶対テンションが上がるものがいいじゃないですか。いきます！開封します！うわぁ！見ちゃった超楽しみ！いくよ！ピンク！ピンク！どんな色なんだろう？いきます！うわぁ！かわいい！これです！落っこちないようにしと。これです！あぁ！Will you marry me? みたいになっちゃった。かわいい。でもなんか、思ってたよりも優しいピンクですね。あ、しかも見て、この側面、見えますかね？ここまでピンクだ！天才じゃん！うわぁ。めでます。めでタイム。かわいい。ちなみに、現。11と比べるとこんな感じです。なんか、まあ、私ガジェット系の YouTuber ではないので、詳しいスペックとかうんぬんかんぬんっていうのはそちらの方を見ていただければと思うんですけど、なんかムービー映画モードみたいなやつがインカメでもできるっていうのがこの13で、それがねすごい楽しみだった。こうやってやった時に自分以外のものがボケるっていうのが、だいたいこの外カメの方が性能がいいんですけど、この内カメ中の方でできるっていうのがこの13年で、この今日まで使っていた12に関してはなんかね似てんのよ。白で背面白で、ここもなんか白っぽいグレーっぽいマットな感じになってて、でこっちピンクでここがピンクになってんの。え、超カワなんですけど、やばくない？で、ちなみにこの中身の方はコネクターがなくてアダプターがある、合ってる、紐だけあります。充電の紐だけで、両方、あら、今回ほら見て、タイプ C とどっちもタイプ C とライトニングになってます。あ、そうなの？ USB-A じゃなくなっちゃったんだ。まあいいけど、一応あるにはあるので。 iPad もそれでしたね。
あとこういう一切読んだことないけど SIM のカードを挿すためのピンと説明書も入ってます。ただそれだけです。こういう四角いうんって電源プラグに挿すものとかは一切入ってなくて、こういう薄いタイプですね。もう去年からそうでしたよね、確かね。ペリペリ剥がします。ペッテリーン。もうこの瞬間がもう楽しいよね。なんかアップルストアは私にとってトイザラスなので、かわいい。これからよろしくね、1年間。さあセットアップをどんどんねしていきたく思いますけど、なんかサイズ感はねもうね全く一緒、双子って感じ、全く双子って感じ、色だけが違いますね。てか今気づいたんだけどさ、こっちのネイルしててこっちのネイル取ってたの忘れてたわ。まあいいや。電源は？電源ボタンの場所がちょっと13の方が、13の方が下にいます。でカメラが斜めになり、カメラがね斜めになりました。大きくなった、ちょっと大きくなってる、はい、あ、ついたついたついた、アップルちゃんがやってまいりました。なんか私なんで、あ、かわいい、待って、ハローって、かわいい。なんか字体が、フォントがかわいいんだけど、おしゃれ。読めん。iPhone を毎年買い替える理由として、実は一番コスパがいいって知ってましたか？皆さん。あのね、どん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 年々価値が新しいの出るたびに下がっていくじゃないですか。だけど、一つ前のモデルに関しては、そこまで3割とか4割とかまで減らずに、価値が下がらずに、リサイクルとかリユースというか下取りとかしてくれるんですよ。だからそういう風にこうやって回していくことで一番最新の状態のものが使えるし、上にバッテリーとかもこれ 100% だから、ちょっとずつこうやっぱ減っていくものをもうまた新品の状態にできるのですごくいいななんて思います。あと速さとかも、もう全然桁違いに速いんで。そう、これまだできないのか。じゃあちょっとセットアップもなんかできる限りしていっちゃおうかななんて思いますけど、私は勉強のために英語にしています。でクリックスタート、すごい。で Wi-Fi を OK、 待ってねーって。わー嬉しい、楽しい。でカバーは皆さんつける派ですか？おさよさんはねつけない派です。つけないからちょっと結構なんか普通にあらみたいになっちゃってるけど、でも一番美しい状態で、このアートが一番美しい状態って、この状態が一番美しいからこのまま使いたいと思ってる派ですね。で今回もねフェイス ID なんですよ。だからフェイス ID ちょっとやってみるね。すごいシュール。すごいすごいすごい。まあ、こんな感じで iPhone セットアップするの実は超簡単で、まあね、皆さんご存知かもしれないですけど、これをなんだろう、トランスファーダイレクトリーフロム iPhone、 iPhone から直接移動みたいなのを押すと、来た、なんだろう、どうやって見せたらいいのかな、まあ、こんな感じで映すことができます。 Continue Let's go。 でこうやって映して、こんな感じできそう。 OK。 いやー皆さん、私はね Apple 大好きなので、毎年こうやってイベントのようにね買い替えておりますけれども、ピンクちゃん、なんか今これ進みながら喋ってますけど、ピンクの色味としてはすごいベイビーピンクって感じ。なんかローズゴールドとかっていうよりはベイビーピンク。これ私の iPad Air ですね。 Air はローズゴールドなんですけど、このカバーがちょっとこういうベイビーピンクなんですけど、なんかこれにすごいお揃い感があって可愛いです。最高です。テンション上がる。もうなんか財布とかバッグとか、それこそ iPhone とか、もう仕事で使うあの MacBook とか、もうこういう iPad とか、そういうものに投資をするともうシンプルに毎日使うものだから、あのクオリティオブライフが爆上がりしますので、本当におすすめでございます。もう私はあの旅行もそうだけど、自分を成長させるものと、あの自分の生活を豊かにするものっていうのには、あのお金の糸目をつけないって言ったらあれだけど、すごいなんかパンと払うようにしていて、今月はねめちゃめちゃ実は買い物をしてるんです。補聴器壊れてね、
この補聴器新しいの買ったりね。と、まあちょっとそんな私のお買い物事情でございました。いかがでしたでしょうか。本当にただ開封するだけの動画になっちゃったんだけど、大丈夫？ちょっとこのセットアップが終わったらどんなのが撮れたのか、ちょっとね、この後ちょこっとお届けしようと思いますので、ぜひそちらも見てください。こんな感じでちょっと取り比べてみようと思います。今もう本当に iPhone の向きも何もかも同じ向きで撮ってみております。今ちょうど iPhone と iPhone こう並べて、私はど真ん中にいる状態なんですけど、画質が全然違うね。ほら、11ヤッホー。12ヤッホー。全然違いますね。超楽しいじゃん。あとなんかこう下の部分がすごい、12の方がよく映るね。このパソコンが映ってますね。じゃあちょっとこんな感じで小道具、あ、もう全然違うね。インカメの色味とかもう超好みなんだけど。これなんか本当はブレるじゃないわ。なんかぼやけるみたいなのありましたけど、どうなのかな。まだわかんないね。まあこんな感じで、もう全然歴然とした差が出てますね。超楽しい。はい、じゃあこんな感じでビデオ終わろうと思います。お戻しします。はい、こんな感じでございます。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。飛行機、電車、ホテルのレビューたくさん上げておりますので、ぜひさよ旅ご覧いただければと思います。新しい iPhone でどんどん YouTube 作っちゃいなよって思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてメンバーシップもよろしくお願いいたします。それでは、また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。やっほー皆さん。今本当にちょうど iPhone の編集中なんですけれども。どうかな？